皆さんこんにちは、ケンジです。本日は今後秋にですね、確実にテーラードジャケットのトレンドが来るんですよ。しかもそのテーラードジャケットはちょっとオーバーサイズぐらいかっこいいんですね。そうじゃなくてユニクロとか GU とかでちょっとオーバーサイズのジャケットが買えたらいいじゃないですか。ただユニクロのリリースされているジャケットとかは結構もうジャストめで、どんな方でも幅広い年齢層に向けてトレンドとか採用されなくリリースされてるんですよ。なのでオーバーサイズで買うことはできないんじゃないかと思われがちなんですが、違うんです。今回ですね、現実的にもどうなるのか分かんない、いわばチャレンジ系の動画なんですが、題してユニクロの感動ジャケット4XL で買ったらトレンドっぽいテーラードジャケットで着れるのかどうか。今申し上げた通りですね、なんとユニクロのこちら感動ジャケットを現時点で 4XL で購入し、袖をちょっと直した状態でネットで買ってみました。果たしてどのようなシルエットなのか、その購入方法を皆さんにお勧めするのかなども合わせて皆さんに紹介していければなと思います。では早速いってみよう。ということで、時期的にはちょっと早いし、なんなら今もう夏だから夏のコートを教えろよって思う方もいると思うんですが、おしゃれな人はもうすでに秋をもう意識しているので、ちょっとね気持ちは早いんですが、秋のトレンドとして確実に来るジャケットについてご紹介していければなと思います。でめちゃめちゃ申し訳ないんですけど、今日は比較的もうすぐですぐアップしたいぐらいの気持ちなので、編集はですね熱意を込めて編集するので、いつも通りのね十分なテロップがもしかしてないかもしれないけど、ぜひねそこはご了承していただけたらなと思います。ということで今回購入したアイテムはこちら、はい、ということでこちらですね、ねるるちゃんも。で実際にジャケットのご紹介をしていくと、これだけコレクションのアイテムだったりとか、コレクションのね写真を見ていただきたいんですが、非常にどのブランドさんでもジャケット出していると思うし、結構もう今までのトレンド的にはストリートがかなり来ていたんですが、ストリートから徐々にモードチックと言いますか、ちょっとカッチリと、でもオーバーサイズはオーバーサイズっていうのが非常に来ています。で海外女性とかは特にオーバーサイズのジャケットっていうところを着ているんだよね。まず海外の感度が高い女性が着て、徐々に日本にも知れ渡っていって、まあ、女性の方からどん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 男性にもトレンドが来るので、今はね何ならめちゃくちゃ早い段階で紹介してる。ということでじゃん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 、はい、俺もね正直どうなるか分からんのよ。というのも今回この発想のきっかけにもなったんだけど、インスタグラムでね感動ジャケットを大きいサイズで着てる方がいたんですよ。でああなるほどなと、まあ、確かにそういった購入方法もありなのかというところで買ってみたんですけど、現地が果たして格好を着れるのかどうかってもね、また別の話だから着ていきたいと思います。うーん、書きました、じゃらーん、触った感じだと非常にツルツルというかザラザラしています。でポリエステルと複合繊維できているので、非常にこうシワになりにくい素材感だなという印象でございます。はい、ということで早速ではございますが着ていきたいと思います。いやーちょっと緊張するわ。来ました、いきます、じゃらららーん、じゃらららーん、はい、ということで来ました、ガツンとでけえぜ、やべえぜ、どうかな。というのもテーラージャケット自体をこうあまり見慣れてない方だったりとか、いやなんかちょっと大きすぎんって思う方もめちゃくちゃ多くいるかと思う。ただ、まあ、それがまあそれぐらいの認識でまだいいと思うの。なんか別に今の段階がすぐこのね大きいジャケットっていうところをすぐにかっこいいねっていう方の方が少ないと思うので、なんとなくで見ていただきたいんですが、僕的には全然ありかなっていう印象ですね。結構合わせ方が限定されてくるなと思いました。これくらい大きいと本当に黒いパンツ黒い革靴を合わせてもうめちゃくちゃ足が長いように見せないといけないかなって印象です。はい、タップインしました、いかがでしょうか。こんな感じでちょっと挑戦的に着てみたんですが、袖直ししたとしてもまだこうまくいたくなるぐらい、ちょっと袖直しはね57センチに最終的にしたんですが、もう少しでもよかったかなって印象でございます。うん、普通に伸ばすとこんぐらい。なんで、ドカッとズルッと大きい感じが、サイズ間違えてきてる感じに見えなくもないので、僕は袖に関しては、ちょっとこうメリハリをつけるためにも、ジャストぐらいのサイズで着たいかなっていう印象でございます。で、特徴的には、肩の位置がここら辺にあるので、ものすごく大きい、海外のインポートのジャケットを着てるかのようなサイズになってます。これがね、全員にすぐかっこいいとは思われないと思う、正直言うとね。ただ、この横のシルエットが綺麗だね、横のシルエットが。今ちょっと試しに、歩いています。どうでしょうか。横のシルエット綺麗だね。横のシルエット綺麗なんだけど、なんとなくみんな分かってもらってると思うんだけど、今、ね、ポケットに手入れてんので、ポケットに手入れないとちょっとこう広がりが、なんだろう、自分的にはあのユニクロの感動ジャケットを大きく買ってで、それを落とし込んでいるという面白さはあるんだけど、これが果たしてじゃあ万人受けするのかって万人受けしない方だと思う。
ただですね、これがなんと5990円なんですよ。5990円、6000円下回ってるんですよ。6000円下回ってることを考えれば、めちゃめちゃ安くかつ楽しく着れてるかなと思います。そのジャケットどこの、え、ユニクロだよみたいな、ユニクロの 4XL だよっていう時に話せるから、それもねえかなと思いました。どうかな、これ正解がないからむずいな。みんなはどう思う？逆に、逆にな、ありと思うかなしと思うか。でこれを今セットアップ風に着てるんですよ。秋は必ずセットアップが来る。これ今はパンツは春のフレアパンツを使っていているんだけれども、同素材の黒のスラックスでいろんなねシルエットのものを合わせてもらいたいなと思います。ちょっとスキニーと合わせていきましょうか。せーの、はいということで、スキニーと履き替えてみましていかがでしょうか。スキニーでもいいっちゃいいね。どうせかセットアップ感が出てほしいんだけど、このジャケットだったら。ただこれぐらい大きいことになって V シルエットも完成するのでいいかなと思いました。気持ちは早いんだけどね、もうすでに秋の話をするなんて。はい、ということで中をバンド T シャツにしました。よりねモードっぽいような雰囲気になったと思うんですけども、多分慣れないんだよな、多分な。俺も白の感じで合わせた時が一番良かったかな。はい、っていう感じですね。今日はちょっと挑戦的な動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。非常に自分の中の勉強になったし、皆さんなんかね、ジャケットがね欲しいんだと思う方も多くいらっしゃるかと思いますが、ぜひ、まあ、ユニクロで 4XL で、そんな話、まあ、個人的には 57cm にしたんだけど、56とか 55cm ぐらいでもよかったかなって印象でございます。僕はちょっと腕が短めなので、てな感じでですね、非常に珍しく緩い動画だったかもしれませんが、ちょっと新しい試みでユニクロの5990円でサイズをめちゃくちゃ上げて感動ジャケットを購入したよという動画でございました。ぜひ皆さんも気になる方は下の概要欄からですね、感動ジャケットのリンク貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。では非常に短い動画だったんですけど、今回の動画少しも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。Staten Island is the place I rep. I put my heart and soul into the very death. As I walk, people stare and they're like, how this kid swagger so tight? Oh my god, I'm a money making machine. Inquired all the time, questions pop up. Where I'm getting that green, they wanna know where I go, what I do, where I'm at. Click, clack, recommend you stay back.